はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね、動画なんですけども、やってきましたこのシーズンでございますね。はい、ラーメンコンテスト2018、ということでね、今回ね、このニューヨークダウンタウングリーニッチビレッジからですね、そのラーメンコンテスト2018のね、様子をね、お届けしていきたいなというふうに思います。それではね、早速ね、ちょっと行ってみたいんですけれども、ちょっとその前にね、このね、ラーメンコンテストなんですけれども、まあね、前回の2017年と同じようにね、ストリートフェスティバルのそのね、中の一角にあるわけでございます。はい、でね、このね、グリーニッチビレッジ、はい、ちょっとね、まずね、周りをね、ちょっとご覧いただきましょう。はい、こんな感じですね。はい、グリーニッチビレッジといえばね、歴史あふれるですね、そういったね、閑静な街並み、住宅街でございます。そのね、中の一角にね、こうやってね、テントをですね、こうやって張り巡らしてですね、はい、いろいろなね、お店が出てるわけでございます。はい、こんな感じですね。相変わらずね、いろんなね、アクセサリーのお店だとかね、いろんなお店がね、こんな感じで並んでるんですけれども、その中でね、ついにね、やってまいります。はい、ラーメンコンテストでございます。はい、今年はね、どんな感じなのか、前のね、前回の2017年のね、動画もね、なんか知らないけど、ここね、2、3ヶ月ね、急激にね、ぐわーっと伸びてきてね、なんかね、すごいね、再生回数をね、叩き出してるわけでございます。はい、でね、今年でございます。もうね、ちょっとね、どんな感じなんですかね。はい、店舗数はね、あらかじめ調べてみたところね、ちょっと少なくて8店舗出てますね。はい、なのでね、ちょっとね、早速ね、見に行ってみましょう。はい、はい、到着しました。ストリートラーメンコンテストでございますね。はい、日本のマークが出ております。はい、そんなところでね、早速ね、ちょっとね、中に入っていきましょう。でね、多分ね、今回もね、すごい想像しいんで、これね、またね、ちょっと、ね、動画だけ撮ってね、アフレコでね、いろいろねコメントをね、ちょっと入れていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。はい、それではね、早速見ていきましょう。去年とね、同様に左側に見えているのが日本文化コーナー、そして右側に見えているのがラーメンコンテストの会場となります。で、今回のラーメンコンテストなんですけれども、去年に比べてちょっと少なくですね、今回は合計8店舗の出店となっております。もちろん日本から来ているラーメン屋さんもあります。はい、でね、ラーメンの値段はね、1杯10ドルなんですけども、ここニューヨークでしか食べられないものもあるので、まあいいかなっていう感じはします。はい、では最初にね、見ていくのが、シューヤラーメンでございますね。はい、トリプルうまみラーメンとしてですね、お店を出しております。やはりね、このね、炙りチャーシューがね、とてもうまそうなんですよね。で、このね、シューヤラーメン、Facebook などもあります。はい、で、続いて正宗ですね。はい、こちらはですね、醤油味のラーメンに手打ちのね、麺を使っております。ニューヨーク、シンガポール、ウラジオストック、台湾とですね、この4カ所の日本コンテストで1位を取ったというね、またすごいところでございますね。はい、で、続いてですね、ラーメン源流でございます。はい、こちらはプレミアム豚骨ラーメン。このね、角煮がね、やっぱ美味しそうなんですよね。このね、あとね、豚骨のね、匂いがね、やっぱね、いいんですよね。こう、日本ならではって感じですね。で、次のところ移動しましょう。ね、これすごい人でしょ。はい、次はですね、ラーメン日光のレッドホットチリパイタン。去年はですね、普通のパイタンラーメンだったんですけれども、今回はチリで、辛く攻めてきましたね。はい、で、次はですね、多分新しいんですけれども、ブアラーメンというですね、これはですね、タイスタイルの、ラーメンを出しているですね、お店でございますね。はい、結構珍しいっていう感じがすると思います。はい、で、次がですね、ダックトリュフ醤油、鴨トリュフですね。はい、でね、これ私も食べてみました。でね、これスープなんですけれども、すごく淡白なですね、醤油味です。なので、すごい薄口ですね。で、あと鴨肉もほとんどね、味を濃くつけてたりしません。というのもね、このね、香りがすごくいいので、その香りをね、殺さないためのね、ものだと思います。まあ、美味しかったですね、これはね。はい、では続いて進化ラーメンですね。このラーメン進化、この牛骨のスープがね、これがまたうまそうというところですね。はい、続いてがですね、ロブスターラーメンですね。ケイスケでございます。はい、このね、ロブスターラーメン珍しいでしょ。日本でもアメリカでも見たことないんですよ。というわけで食べてみました。はい、こちらでございます、ね、まずスープなんですけれども、鶏豚をベースにですね、ロブスターを入れて、そのロブスターの香りと味をですね、ものすごく出してます。で、スープそのものはものすごく濃厚なので、真ん中に見えるですね、オレンジ色の柚子、こちらでですね、爽やかさをですね、出してですね、そのこってりしたものをですね、少し軽くしているというものでございますね。で、そのスープのですね、コクを壊さないために、チャーシューではなくてですね、鶏肉、こちらをね、使っております。すごく美味しかったですね、これは。
はい、では日本文化コーナー行きましょう。やっぱりまず出てくるのが、はい、お好み焼きでございます。お好み焼きの大阪屋ですね。はい、値段はね1個8ドルでございます。はい、でね、ニューヨークではですね年1回粉もんコンテストっていうのがありまして、それで優勝した、お店でございます。はい、で続いてお団子屋さんですね。はい、ここね去年も出てたんですけれども、今年はねなんといってもこのビッグ団子でございます。はい、これがね普通の大きさで、見てください、ほら1個の大きさが大きいでしょ。これがねビッグ団子でございます。はい、では続いて出てくるのがねおやきのお店でございますね。このおやきね美味しそうでしょ。でね、いろいろあるんですよ、ね、チーズコーティングだとか、すき焼きビーフとか、スパイシーポークとか、あとはねベジラーメンですよ、ベジラーメン。これね、ラーメンコンテストにぶつけてきたのかっていう感じでございますがね、これなかなか美味しそうでございました。また次行ってみましょう。はい、で続いてですね、たこ焼きでございます。はい、お好み焼きと並んで出てくるのはやっぱりたこ焼きですね。はい、これね、やっぱね、美味しそうですよね、たこ焼きね。はい、でね、やっぱり屋台といえばね、焼きそばですよ。はい、お好み焼きに焼きそばね。はい、これね、焼きそば、1個8ドルでございます。でね、これね、多分ね、このレストランでね、多分出してるお弁当のね、メニューだと思います。はい、で次に出てくるのがね、フライドアイスクリームでございます。はい、アイスクリームを油で揚げる、はい、バニラ、チョコレート、グリーンティー、ストロベリー、いろいろなね、揚げアイスクリームが売られております。はい、で続いて出てくるのがですね、ジャパニーズスタイルチキンバーベキュー、はい、焼き鳥ですね。はい、1本3ドル、4本で10ドル、お得でございます。はい、これね、こんな感じで焼いております。美味しそうでしょ。で、やっぱね、夏といえばかき氷です。はい、冷え冷えって感じでね、はい、1杯6ドル、まあこれは普通かなという感じですね。はい、で、なんといってもね、これね、手で回すね、ちゃんとね、こう削るやつがあるんですよね。このね、宇治金時が美味しそうでしたね。はい、次がですね、ツイステッドポテトですね。これは日本文化かって言われるとちょっと違うような気もするんですけども、まあ1個5ドル、いろんなね味が試せるっていうところでね、なかなか美味しいんではないかと思います。多分ねこれね、トルネードポテトっていうですね名前がついてると思います。はい、で続いて先ほどのねラーメンでも出てきたブーアですね。これはですね、タイ料理ね、こっち側だからですね、楽しめるものになってます。はい、で来ました、大判焼きですね。これ美味しそうでしょ。で特にね抹茶生地のねあんこっていうのがね、これがねかなりねそそりますね。はい、クリームカスタードに抹茶レッドビーンで抹茶カスタードチョコレートと。はい、続いて手ぬぐいコーナーですね。ここはね手ぬぐいだけではなくて日本の小物が結構たくさん売ってます。でね、やっぱりね着物はねアメリカ人女性にはね結構人気があって、すごいねアメリカ人のね女性の方がねこの着物を見てましたね。これね手ぬぐいですね。これねやっぱり、ね、いろんな柄があって、やっぱりねアメリカ人にはね人気がありますよ。うん、やっぱねデザインがねやっぱりすごいいいと思うんですよね。まあね、こんな感じでたくさん買われてました。はい、ではね最後におまけでございます。このね、ジャパンフェスティバル、みんながですねすごく楽しくですね、イベントに参加しております。その様子をねぜひ動画でご覧いただければと思います。はい、というわけでね、今回の動画なんですけれども、ここニューヨークウエストビレッジからですね、ジャパンフェスティバル、ワールドラーメンコンテスト2018、こちらをね、お届けいたしました。いかがでしたでしょうか。他のねコーナーはねもうむっちゃスカスカなんですけど、ここのね、やっぱねジャパンフェスティバルはねものすごい人、もうね結構歩いててもねもう人とぶつかっちゃうぐらいね大変だったんですけども、まあねすごく盛り上がってました。はい、今年もね、いろいろね、皆さん、視聴者の皆さんはね、いろいろ思うところもあったと思うんですけども、まあ楽しんでいただければ幸いでございます。やっぱねラーメンねいいよね、ラーメンいいよね本当にね。まあね一度にね日本のラーメン、ニューヨークのラーメンがねここにね集まってくるっていうのは年に1回しかありません。9月のね確かね第1週目じゃあ第2週目のね、日曜日と土曜日、土日ですね、はい、やってます。で、今日はね、ウエストビレッジからお届けしたんですけども、明日はね、またね、アッパータウンの方でね、アップタウンイーストか、
の方でね、行われておりますので、まあぜひね、この2日間、行ってみたいなと思うんですけども、動画はね、今回のこのね1日だけでございます。はい、というのもね、やっぱりねこのねウエストビレッジの雰囲気に合わせてね、日本文化があるっていうのがね、これがまたいいっていう感じがいたします。はい、というわけでね、今回の動画面白かったと思ったらぜひ高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。